はい、今回はですね、こちらですね。久しぶりになんか新しい超人の紹介をする感じなんですけど、大統領にモデルチェンジプラウマン。これ僕は持ってるんですけどね、まだ素材集まってなくてね。で、まあちょっとせっかくね、フレンドさん使ってたんで、紹介していこうかなと思いました。で、一応正義超人ですね。まあ、そういや悪い奴ではなかったな。デイク統領でしたっけ？コンビ組んでた、超人ですよね。アビリティが、金網耐性、有刺鉄線耐性、牢除去。で、必殺技がプレジデントスープレックス、特ですね。で、まあ、これをまたちょっとね、どこかでお見せしようかなと思います。で、プレジデントエルボーっていうのは、これはもうよくあるやつですよね。いろんなキャラがエルボーをね、何発か当てていくやつですよね。で、ただ、パワーダウン効果あるんでね、まあ、その点については、なかなかいいんじゃないかなと思います。ただまあ、これもね、ちょっとコメントのところでね、よく言われてるんですけどね、この時期にこの絆覚醒はっていうのは若干あるかなとは思いますね。後でお見せするようにね、やっぱね、必殺技はまあ、なんか結構強い感じなんですよね。巻き込む感じなんですけど、ただね、やっぱり、なんていうのかな。アビリティが地味といえば、地味なんですよね。おお。まあ、正直、使い分けみたいな感じに、なるのかなとは思うんですけど、要は、普通のやつもあれば、金網とまきびしですか。あと、カウンターが入ってたのかな。あれはあれで結構使えるし、こっちはこっちでまた別の、使い勝手があるのかなっていう感じですよね。まあ、よく言う、なんかコメントとかにも言われてるのが、ワールドツアーのモンゴルマン。っていう感じらしいですけどね。まあ、ただ今のとこなんかそこだけなのかな。どうしてもちょっとね、どこでも、確かにスキルの組み合わせはすごいね、レアらしいんですけどね。ローとね、金網、有刺鉄線っていう、組み合わせはすごいなんか、珍しい部類に入るらしいんですけど。結構危ないな。どうなんでしょうね。だからイメージと、なんていうのか、タイプとしてはね、プリズマン、水属性のプリズマンですね。あれはだから一応絆覚醒は持ってるんだけど、両方どっかかなり使えますもんね。普通の絆覚醒は絆覚醒のコンパスバージョンと、あともう一つね、普通の、タイプ。もう全然使えますもんね。そんな感じになってるのかなとは思うんですよね。なんか、もう上位互換っていう感じではないですもんね、はっきり言って。ただまあ、最近の絆覚醒だと、特にオリジン編の時っていうか、オリジン編の絆覚醒っていうのはもう本当にまあ上位互換みたいな感じで、絆覚醒しとけば、
OK みたいなところはあったと思うんですけど、まあどうなんだろうな、今回のやつはちょっと今後のダンジョンの様子も次第かなとは思うんですけれど、おう、メテオマンメテオマンが引っかかった。うん、まあちょっと今ね、やっぱり2ターンですね。攻撃ターン、攻撃ダウンの効果がやっぱ2ターンでしたね、今。まあちなみにね、プラモマに関して少し言うとね、あんまり情報はなくて、超人強度もちょっとごめんなさい、わからなかったですね。ただね、その自分この時ちょうどね、そのプレイボーイで読んだ時のあくまで感想なんですけど、なんつったらいいかな、この戦いってやっぱ筋肉マンタロウがね、たのとカオスの戦いだったんで、ちょっと長かったイメージあるんですよね、かなり。で、自分の中ではちょっとだれちゃった部分もあってね、飛ばしちゃった時期あるんですよ。読んでない週、週があって。で、どうしようかな。で、ちょうどね、その、プラモマンがね、リンカーンにね、変形した回を飛ばしたのかな。で、これどうしような。ターゲット式だった気がするな、これ。あ、違うか。どうしようかな。まあ、普通のやつに当てるか。苦手なメーターですね。で、5万ですよね。で、その後に、うん、こんな感じでね、大統領のコールでさらに追加ダメージって感じですね。だから、まあ、10万、狙ったターゲットにも10万いかないんですけど、まあ、巻き込み型のやつなんで、なかなか使えるんじゃないかなと思います。ちょっと今ね、死んじゃったんであれなんですけど、まだ生きてるかな。これもね、攻撃力ダウンが追加されますよね。あ、スピードダウンか。スピードダウンが追加されて、で、これも、2ターンらしいですね。はい。最近このメテオマン使ってるんですよね、他のところでも。なかなか使える。バッファローマンで結構使うかな。結構強いですよね。で、まあそう、話の続きでちょっと飛んじゃって申し訳ないんですけど、要はね、大統領に変形する回を飛ばしたために、次の週になんか、いきなりこの格好でプラモマンが戦ってたわけですよ。で、誰だこいつみたいな感じで読んでた覚え、その覚えはありますね。プラモマンじゃなくてなんか、人型の誰かみたいなやつが戦ってるから、なんだこいつみたいな感じで、思ったぐらい、それぐらいの印象かな。逆に言えば。まあでもなかなか、確かカオスがあの時結構まだ覚醒してないんで、なんかすごい、
まだ弱いっていうかね、そんな時期だったんで、ちょっとすごいね、やきもきした覚えはあるんですよね。なかなかそのね、決着もつかないしみたいな、そんな感じだったと思います。まあ、でもまあちょっとね、まとめるとね、今もそうなんだけど、まあそりゃ、なんですかな、元の覚醒バージョンは普通のパワーブーストだから、まあそれと比べればね、パワーダウン効果付きのエルボーだから使えるないことは、まあ使えるとは思うんですけど、それあくまで、普通の、覚醒した時と比べてですからね、最近の出てるね、超人と比べると、ちょっとやっぱり物足りない感じは、否めないなぁ。やっぱり、うん。まあ、3体持ってるんで楽しみにはしてたんですけどね。うん、まあ、1体は確実にしますけど、住み分けになるかなと。まあ、プリズマンみたいに住み分けになるんじゃないかなとは思います。では。